皆さんこんにちは、ニコソラです。今回はこのミッフィーちゃんのリーメントさんのミッフィーちゃんデザインのものを大人買いしましたので、こちらの開封をしていきたいと思います。これ私予約をしていて、もうずっと楽しみにしてたんですよ。で、せっかく買ったからこう皆さんとも共有したいなと思って今動画を回しております。でも早速なんですけど開けていきたいと思います。で、一つ注意事項があるんですけれども、大人買いをしているので、こう一個一個こう皆さんに見ていただきながら開けるんですけれど、リーメントさん、あえて箱にどの商品が入っているか、書いてないんですね。で、多分それは、こう、何が入っているかわからないワクワク感を、私たちに提供したくて、あえてそうしているんだと思うので、もしすみません、ワクワク感を体験したい方は、ここの中に、どういう場所にどれが入っているかっていうのがちょっと分かっちゃうので、すみません、恐れ入りますが、ちょっと、ご購入をしていただいてから、この動画を見ていただくように、それか、ちょっと回れ右をして、動画をそっと、閉じていただくような形でお願いいたします。すいません、言葉足らずなんですけど、ちょっとご理解いただければと思います。では、早速開けていきたいと思います。見えるかな？よし。なんか、箱に傷つけたくないんですよね。うまく開けるかな？なんかうまくいった気がします。よし。よし、開けます。じゃん、すごい。多分これ、あれですね。ミニチュアをセットする用の、なんか床のお色のやつですね。ふんふんふん。なるほど。ここは多分壁ですね。お部屋の中の壁。ここになんかセッティングして、ドールハウス的な要素でやってみるのもいいですね。うん。そうしようかな。はい、か。とりあえず開けていきます。じゃあまず手前の、ここから開けていきますね。じゃーん。シールがついてる。よいしょ。何番か。これは、1番ですね。1番です。これですね。こだわりの朝ごはん。机があるのか。わあ、机。すごい。ランチョンマットとか、オレンジジュース組み立てるよ。ありますね。へえ、すごい。ほうほうほう。私こういうのちょっと不器用でうまくできるのかがちょっと不安ですね。ね、細かい作業得意な人いいですよね、こういう時に。でもこれだけでもすごい可愛いですね。こうじっくり。トマトとかめっちゃ小さいです。これピント合うかな？あったあった。ブロッコリーとか、なんかお花の可愛いやつとか、フォーク、ミッフィーちゃん。パンケーキみたいなやつかな？ちょっとひとまずここに置いていきますね。ちょっとこれ置いて。で、1番でした。で、余談なんですけど、私昔からこのリーメントさん、ものすごく好きで、なんか聞きキララとかサンリオコラボとかディズニーコラボとかよく昔から買っていたので、もう絶対リーメントさんはいい仕事してくれてるって期待をして、今回大人買いを予約してずっと発売を楽しみにしてました。やっぱりもうこの箱とかもいつも思うんですけど、捨てられないくらい、もうなんでしょうね、こだわり抜いてるんですよね。もう抜かりがないというか、ほんとリーメントさんのお仕事素敵ですごすぎるって思って、もう大好きです。はい。誰が企画とかしてるんでしょうね。ものすごく気になりますね。で、次、あ、ごめんなさい。さっと取ってしまった。この、ここから次、2番目のこっちの箱を開けていきますね。ちょっとカッター使っているので、手元で作業させていただきますね。よいしょ。よし。ちょっと前回のスタクリさんの開封動画といい、ちょっとまだまだたどたどしいところがあるので、すいません。聞き苦しい、お見苦しいところあったら本当申し訳ないんですけれども、まあ、生温かく見てください。はい、次は、あ、2番ですね。ということは、なんかおそらく、よいしょ。ここ1、2だったので、3、4って続きそうですね。3、4って。まあこれもネタバレなのでね。まあ大人買いできるってことは、こういうネタもバレちゃうっていうのはあるかもしれないんですけど。ごめんなさい。なんかワクワク感を持って、購入された方には本当申し訳ないので、もうネタバレになってしまったんですけれども、ちょっとあらかじめもう言っておきますね。はい。で、話は戻して、このお出かけの準備というものがありました。あ、すごい。ミッフィーちゃんのミラー？ここになんか貼るのかな？あ、ここにシールを貼って、あと見てください。これ。あ、ちょっとピントが。あったあった。このなんかお洋服かけるフック。ここにミッフィーちゃんがいる。あ、お洋服、ミッフィーちゃんのお誕生日の時のお洋服ですね。いや、もうこういうところがすごいですよね。もう分かってるって感じですよね。これが当たりました。わー、すごい。なんか私、いろんな方の開封動画、実は、こっそり見てて、いや、本当に、どれがあるとかっていうのは分かってたんですけど、やっぱり実物見ると違いますね。この小ささにすごく胸キュンですね。はい。で、次、このお箱いきます。ちょっとカッター使ってるとき一瞬、ごめんなさい。手を引いてやってるので、画面が動かないんですけれど。これですね。いきますね。あ、もうほんとこういう不器用なところ恥ずかしいです。ちょっとあえて見せてるんですけど。はい。じゃあ次はおそらく3番なので、なんだっけ？この、お部屋でリラックスってやつですね。いや、かわいい。ちょっとかわいすぎて一瞬、言葉が出なかったですね。これですね。お部屋でリラックス。いや、もうほんと、うわぁ、すごいな。いや、もうこういうの、リアルに欲しいですよね、普通に。あ、かわいい。これ見てください。もうほんと、私の iPhone 頑張ってって感じなんですけど。わぁ、すごい。すごいな、これ。ミッフィーちゃんがいる。で、なんかここにどうやら、あ、そうそうそう。この絵をね、こう差し込んで、こう、日替わりじゃないけれど、できるみたいなんですよ。いや、もうすごいですよね。いや、本当にリーメントさん、めっちゃいい仕事しますね。あ、今更、ながら、あ、なるほど。箱買い特典で、こういう、お部屋のジオラマが作れるよって書いてますね。こういうの作れるよって書いてくれてます。いいですね。これ、わかりますかね。よいしょ。うわ、すごい、香水瓶にミッフィーちゃんがいるよー。かわいい。いやー、すごい。いやー、本当に、かわいすぎますね。あ、次、この奥の箱を開けますね。いやー、すごいなー。いや、ほんと動画を回そうと思って開けるのちょっと撮っておいたんですよ。だから今、本当にもう幸せですね。わ、破れそう。きゃ。ちょっとごめんなさい。なんか私の不器用さが映ってる。で、次はこの4番ですね。ちょっと開ける前からも言っちゃってるけど。あ、わーわーわー、ティーセットが全部かわいい。わー、ちょっと早い。今回小物がこれめっちゃたくさんありますね。小物系がわんさかあります。なくさないようにしなきゃ。これですね、手作りクッキーでティータイム。わー、いいですね。本当にこれ、リアルに欲しい、実物が。よし。ここに置いていけ。あ、で、ちなみにまた余談なんですけど、これ、スタクリーミフィの、スタディオクリップさんとディック・ブルーナーさんのコラボのテーブルです。前回の動画でご紹介したものになります。めちゃくちゃ、もう、愛用してます。はい。で、次この手前のまたいきます。もうどこに飾ろうかなってすごい悩んでるんですよね。なんか、うちはドールハウスみたいな、可愛いものを持っていないので、どうやったら可愛く飾れるかっていうのをかなり模索中です。わっ、うわー、見てください。ミッフィーちゃんのソファ。結構ずっしりしてますね。ミッフィーちゃんのソファ。あ、ミッフィーちゃん柄の編み物。あと、あれですね。ミッフィーちゃんのクマちゃんですね。おー、あ、すごい。このなんかクマちゃん編んでる感じというか、ちょっとガザガザしてますね。こう、布感がすごい出てます。わー、すごいですね。で、なんか、ここもなんかレザーを意識してるのかな？ちょっとつるっというか、てらっというか、もっちり感というか、このお椅子から感じますね。おー。私これ一番好きかもしれない。もしかして。なんか、うん。ちょっと重ねておいて。で、これが、まったり編み物。これはなんだ？まったり編み物。あ、手編み袋。あ、ラグマット。なるほど、なるほど。へえ。なんか、ソファーの下にラグマット置いてるじゃないですか。海外の人とか。それをどうやら意識したものらしいですね。すごい。なるほど。よいしょ。じゃあ次、これ開けてきます。リーメントさんを大人買いするのいつぶりだろうって感じの。あー、ごめんなさい。よいしょ。あ、大丈夫かな。ごめんなさい。なんか全然カメラとかまだ全然慣れてなくて、下手くそなんですけど。よいしょ。よいしょ。あれ。よいしょ。いやー。あ、このお気に入りのインテリアっていうものが出てきましたよ。じゃーん。これですね。引き出しと、あ、なんかお化けミッフィーちゃんですね。あ、どうやらこれあれみたいです。花瓶花瓶になってるみたいです。ここに穴が開いてて、このチューリップを刺すらしいです。なんかこのチューリップっていうのも、もうミッフィーちゃんですよね。オランダの、ね、皆さんご存知かと思うんですけど、ディック・ブルーナさん、オランダの方なので、それを意識したチューリップなんですかね。なんかそんな気がします。カレンダーがここにあるんですね。お部屋にペタリしてくださいって感じですね。うわ、カレンダーも見てください、これ。もう数字もきちんと書いてるし、もう絵柄も、本当にリアル世界のものをなんかスモールライトでちっちゃくしたみたいな感じですね。すごい。あ、見てください。このカレンダースタンドとか、こう折り曲げてカレンダー立てる的な。わあ、すごいなこれは。もうなんか情熱しか感じませんね、リーメントさんの。よし。で、次これ開けます。なんか大人買い、まあまあ値段がするので、買うの、ちょっと悩んでる方もいらっしゃると思うんですけど、この動画ぜひ見ていただいて、なんか決め手になったらいいなって、もちろん、ご購入の決め手になったらいいなって、でも全然回し物ではないんですけどね。なればなんか、純粋に嬉しいなって感じなんですけれども、あ、これです。日記を綴って、このセットですね。小物系ですね。わっ！これ、ニッヒーのライト。いやー、もうこういうの売ってたらもう旬で買いますね。私、絶対に。いいなー。どこかブランドさんデザインしてくれないかな。あー、これ見てください。ミッフィーちゃんのノートの裏にもミッフィーちゃんの顔。あと、ミッフィーちゃん。これは人形とかではなくて、リアルミッフィーちゃんですかね。このお部屋に住んでいる家主のミッフィーって感じですかね。あ、見てください。これ。このボールペン。わあ、私が欲しいです。すごい。よくこの小さいところに目と口描きましたよねって感じですよね。もうリーメントさんの技術すごすぎませんかね。はい。で、ラスト1です。ラス1、10番が出てくるであろうというやつなんですけれども。ごめんなさい。なんかちゃっちゃか開いて、ここにわっさかわっさか。こんもり置いちゃってるんですけれど、後でまた開封して飾っていきますね。よいしょ。あ、ベッドです。え、こんな大きいの入ってたの？こんな、なんか、想像以上にちょっと大きいものが出てきたんでびっくりしたんですけど、もう箱に入れるから、あれなんですよね。閉じれてたんですよね。まあいいや。これですね。そろそろ寝る時間ってやつですね。なんかリーメントさん、このテーマに沿っていろいろこの小物って、作ってるというかデザインしてるので、なんかいいですよね、そういうところって。よし、このベッドと、あ、お布団ですね、これ。じゃーん、お布団と、あー、ミッフィーちゃんのスリッパです。あと枕ですね。あとこれは何だろう。何でしょう。時計かな？あ、ここにシールがあるので、あ、時計でした。この人、ここにシール貼って時計にできるみたいですね。ああ、このバンザイミッフィーちゃんが可愛すぎます。キュンってする。キャー。いやー、可愛いですね。見てください。このアイマスクとか。あ、こっちにもラグマットありますね。これもあるので、好きな絵柄で、こう、ソファーとか、あ、ベッドの下とかに置いてもいいかも。あー、かわいい。かわいすぎる。かわいいですね。本当に、ここ側を使ってセッティングしたらすごいかわいいですね。後で使ってセッティングしようかな。じゃーん。こんな感じですね。こういう風に作ってねーってやつですね。うん。わ、この側面のドドーンとこの今回のものを書いてる、印刷してるのいいですね。めちゃくちゃ。わー、かわいい。あ、リーメントさん、ここにきちんと、ここにきちんと作り方書いてくれてますね。すごい。完成図がこれで、みたいな。あ、そこを使ってみてください。これで、ジオラマの背景を立たせるようになるみたいです。キャー。まあ、ここのなんか黄色と青、こうディック・ブルーナーさんカラーめちゃくちゃ意識してますよね。ああ、こういうなんかもう忠実にミッフィーを再現しているグッズなかなかないんじゃないかなってすごい思っちゃうんですけど、これは買ってよかったなって今更ながらすごい思いますね。うん。はい、ちょっとアングルを変えてみました。皆さんにミッフィーちゃんのお部屋にいるかのようなちょっとアングルにしてみたんですけれど、ちょっとうまくいってるかな？どうかな？じゃあ、これから引き続き、開封動画していきます。まずはこの一番のこだわりの朝ごはんを設置していきます。じゃーん、かわいい。これ箱に完成図、あ、台紙に完成図があったんだった。ちょっとこの完成図に忠実に再現してみようかなと思います。よし、じゃあ置いて、ちょっといいかすいません、なんかまだまだ上手じゃないんですけど動画。ここですね、ここにセットして、あとこの小さなパーツ出してきます。うまく出せるかな、お耳の端とかに置くのかな。なんか手前にこう、あ、ピントが合うかな、あった。手前になんかティーセットをこれは置いているので、ちょっとお耳のこの端っこの方にパンケーキセットを置こうかなと思います。よし、結構こういうちまちました作業上手ではないんですけど楽しいんですよね。よいしょ。あ、ブロッコリーもすごい。で、フォークをあすいませんあ、倒れちゃった。なんかこのお耳の端っこに置いたらどうやら不安定で倒れるみたいですね。そっか。なるほど。そういうことですか。よいしょ。もう一回最初からやり直して。よし、今こんな感じで設置しました。よいしょ。次はこの2番のお出かけの準備を設置していきます。だいたいお部屋の隅っこら辺ですかね。ここに設置していきます。これですね。じゃーん。あ、ピントが合うかな。ありました。で、ここですね。ここに設置して、でお洋服ですね。お洋服となんかうまく設置できない。よし。あ、なんか今気づいたんですけど、足のところがこれお花になってますね。すごーい。あー、かわいい。あとこの子ここにミラーを貼るんですけど、これですね。ちょっと私が映らないようにしなきゃ。ちょっとこれ不器用なんですよね、私。あ、よし。でこれをここに貼って、よいしょ、よいしょ。あ、よかった。はい、うまくいきました。鏡は、ここの端っこですね。あ、かわいい。もうすでにここで、ちょっとゴミのっけて。もうこれですでにかわいいですね。あー、すごーい。じゃ、どんどんやっていきます。はい、次は、この3番目のお部屋でリラックスを設置します。あ、ちょうどお洋服掛けの隣に置くようですね。よし。ここですね。よいしょ。おー。で、あ、この写真立てがあるんですけど、この写真立ては、チェストの上に置いているようなので、ちょっと一旦この子は保留にしておこう。ちょっとまだ絵柄も切ってないんですけど、これですよね。切ってないんですけど、後で切ろう。よし。あ、ミッフィーちゃんのティッシュペーパーです。この人を私は置けるのでしょうか。はあ。このピンセットとの比較ので、この小ささが分かりますか。あー、すごい。あとごめんなさい。なんかちょっとお耳を掴んでかわいそうなことに。よいしょ。あ、ピントが合うかな。ここら辺で合うのかな。あ、合いましたかね。ちょっとお耳を掴んでかわいそうなことになってるんですけど、このミッフィーちゃんに、よいしょ。この小さなシールを貼っていきます。しかもちょっと見えにくいと思うんですけど、あ、よいしょ。ここにミッフィーって書いてるんですよ。すごい。これも、ちょっと頑張りますね。ちょっとカメラ越しで作業してるので、なんかいつもと違くて大丈夫かなって感じなんですけど。ああ。よし。頑張れ、私。あ、なんかちょっと斜めになっちゃったんですけど、まあそこはご愛嬌ということで、にしときましょう。はい。晴れたことで。あ、びっくりした。ちょっと、今びっくりしちゃったんですけど、香水なんですけど、ミッフィーちゃん、キャップ式になってました。ここに香水のシュッシュってなってます。おお、そうだったんだ。いや、すごいですね。よいしょ。ちょっと本当に本気でもうなくさないようにしなくちゃ。でこの香水瓶はここですね。ここに、あ、ちょっと待って、あ、プルプルしちゃう。隅っこに、この隅っこに置きました。後でちょっとじっくりと近くでお見せしますね。ちょっとピントが合ってなくてボケちゃってるんですけど、はい、では次はこの4番の手作りクッキーでティータイムを開けていきますね。もうこれですね小物がちょっと多すぎて、袋から出す時にちょっとどうしようとか思っちゃったんですけど、とりあえず置いていきますね。置き場所はこのテーブルですね。テーブルの上に置いていくようです。置けるかな。これトレイ、ミッフィーちゃんの、ちょっとピンセットで刺しちゃうんですけど、ミッフィーちゃんの柄がついてます。すごーい。よし、ミッフィーちゃんの、よし、こんな感じかな。でティーセットをのせていきますね。よし、本当に可愛いんですけど、パーツが細かすぎて、なんかドミノ倒しを組み立ててるような慎重な気分になります。よし、で、なんか紅茶もきちんと紅茶になるようにこうセッティングして、よし、紅茶注いでる感が出てます。こういうティーセット、キャーかわいい、欲しいですね。多分皆さん思ってるんじゃないのかな、買った人ねでクッキーを添えて、クッキーにもお顔ついてました。じゃーん、ちょっと置いたんですけど、よし、じゃーん、わかるかな。なんかメラニーちゃんみたいな顔になってます。よいしょ、よいしょ。いやー、もう開封して細かく見ていくとさらにすごいですね。でこの子も、このお耳が、お耳っていうかお顔が取れるんですよね。この人はちょっと奥に置こう。ちょっとさっき失敗しちゃったから大丈夫かな。できました。で、なんだろう、これ、飛んじゃったこの、小さすぎて飛んじゃう。ここの手の上に乗せたんですけど、このお花型の、これはなんだろう、お砂糖かな？お砂糖かもしれない。なんだろう、ちょっとお砂糖だと思って、ちょっとここに添えてみますね。これで合ってるのかな。違ってた。そうだ、そういうことか。このミッフィーちゃんの入れ物の中にお砂糖入れるんだ。きっとそうですね。よいしょ。ちょっとわかるかな。この中にお砂糖を入れました。で、なんかちょっと置き場が気に食わないな。キーの位置を変えようかな。ちょっとテーブルの上で作業するのが大変になっちゃったんで、ちょっと手前で作業させてもらいますね。ちょっと見えてないんですけど、少々お待ちください。よし、でこう、これでいいかな。なんかトレーの上に全部セッティングしたくなりました。よし、ちょっと必死すぎて無言になっちゃいました。よし、最後にこれをのせたらお、なんかできた気がする。あ、よいしょよいしょ、キャン。ああ、なかなか重労働でした。重くはないんですけれど、細かすぎて緊張が走りました。はい、でこちらもセッティングできました。では次はこのまったり編み物を置いていきます。机のテーブルの近くにお椅子ですね。お椅子と、あとチェストの上にくまちゃんですね。編み物はどこに置いてるんだろう。編み物の存在がちょっとこの中で確認できないので、椅子の上にちょっとやりかけ風に置いてみようかなと思います。あ、こんな感じか。こんな感じで置いてみます。よし、これ私が一番最初に開封した時にすごく好きかもって言ってたやつですね。わ、すごい、見てください。この毛糸の糸感がすごいです。これすごい、ここに。あ、でもミッフィーちゃんの顔が見えなくなっちゃう。こんな感じでいいかな。よし、あとこのリアルなガサガサのクマちゃん、あそこか。よし、ちょっと耳を掴んじゃうんですけど、耳掴んで、よいしょ。あ、倒れちゃった。頑張れクマちゃん。あ、倒れちゃった。あ、ちょっと私いけないですね、これ。不器用な人には。よいしょよいしょ。あれ、クマちゃんが立ってくれない。あ、意外に不安定なのかな。あ、香水瓶が思い通りに。あ、大変だ。頭がちょっと香水瓶、これを先にいい感じにセットして。あ、手が震えちゃう。このちょっと頭がポロッと取れてホラーだったんですけど、この頭をできましたちょっともうほんと私の不器用さに笑ってください皆さんはい、では次はお気に入りのインテリア、こちらをセットしていきます。セットする場所は、チェストの隣ですね。よし。じゃあ、これですね。ちょっともう気分がですね、めちゃくちゃ引っ越し業者の気分なんですけれど、この引き出しは、緑の引き出しが一番下ですね。なんかこういう引き出しがスッとぴったり入るのが、もうリーメントさんのこの、いい仕事してます感ですよね。本当にすごい。とってもね、お花になっててめちゃくちゃ可愛いです。黄色は真ん中で、オレンジが一番上ですね。よし。でこれをここにセットします。セーフですはい。で花瓶が、ちょっとこれ花瓶どこに置いてるんだろう、確認ができないな。他の箱に書いてるのかしら。書いてないな。ちょっと花瓶がね、どこに置けばいいのか確認ができなかったんですけど、ちょっと適当に置いていこうと思います。これですね。ここに、この頭にそっとチューリップさん。なんかすごいぴったし感があります。ハマりがいい。どうしよう、ここにとりあえず置いとこうかな。でもチェストの上にこの子ですね。この子と時計が来るからな。どうしよう、このテーブルの上にしようかな。よし。なんかテーブルが満員御免になってるんですけど、こうですね。なんかちょっとお部屋の完成に近づいてきましたね。では次はこちらですね。7番の日記を綴ってをセッティングしていきます。よし。このベッドが置かれるであろう隣にライトですね。ここですね。ライトと、あと小物系はここですね。ノートはここになってます。ミッフィーちゃん、日記書きかけですよって感じですね。わっ。このノートなんですけど、ちょっと柔らかいんですよ。すごーい。まあ、ギュッて閉じたら折れちゃうと思うんで、あまりやっちゃいけないんですけど、すごいムニムニ柔らかいです。でここですね。ここに外、あ、方眼もきちんと。方眼じゃないですね。なんだろう。縦の線もきちんとあって。うわぁ、このピントすら合わないちっちゃいミッフィーちゃんの顔。よし、ボールペンをここに置いておこうかな。あ、なんかここにコロッとした方が可愛いのか。なるほど。で、このライトさんは、この可愛い傘ですね。傘、乗せるだけでいいのかな。あ、すごい、スッと塗りました。あ、こういう引っ張るところがお花なのがいいですね。よし。ここら辺かな。よいしょ。あと、住人のミッフィーちゃんですね。ミッフィーちゃんちょっとここにいてもらいましょう。あ、なんか意外に小さいな、スケール的に。ミッフィーちゃん5歳くらいの設定だったかな、確か。こんなにちっちゃい女の子なんですね。はい、では最後になりました。こちらですね、そろそろ寝る時間セッティングしていきます。ベッドですね。この一番端ですね。端っこにセッティングしていきます。よし。向きはどうやらこんな感じですね。こんな感じで。で、お布団を乗せて、で、枕もそっと置いて、なんか気分はベッドメイキングしてる感じですね。あ、で、家主のミッフィーちゃんはこのお布団の上でのんびりさせて、あとこのスリッパ今気づいたんですけど、すごいモコモコ感が表現されてますね。モコモコ、私モコモコのほんと余談なんですけれど、スリッパ持ってるんですけど、汚れるのが怖くて履けてないんですよね。っていう変な余談なんですけど。よし。あ、なんかちょっと斜めにした方が可愛いな。あ、こんな感じか。よし。あ、で、やってきました。このバンザイミッフィーちゃんのお家に、この小さなシールを貼り付けるさ、また最大の難関がやってきました。ちっちゃい。ちっちゃいよ。よし。釣れないように。ごめんなさい。ピントに気を使っている余裕がなくて。よし。あ、ちょっと斜めになっちゃったな。まあ、ご愛嬌ということにしときましょう。はい。完成です。で、この人は、チェストの上ですね。あ。よし。プルプルしちゃう。あ、プルプルしちゃう。あ、できました。あ、ちょっとなんかこの斜めが気になるな。これでいいか。わ、できました。はい、これでこの大人が一得点のほぼほぼまんまにセッティングすることができました。すごいドキドキしちゃいました小さくて。で、ちょっと皆さんにこういったアングルでちょっとじっくり見ていただきますね。はい。ちょっと iPhone のピントがですね、うまく、あ、いけましたいけました。こんな感じです。わー。見えますか皆さん。あ、なんかこのアングルで撮るとすごいリアルですね。わー、本当にこういうお部屋に遊びに来たかのような感じですね。なんかドールハウスとかお好きな方いらっしゃるじゃないですか。あの方の気持ちがすごいわかりますね。ちょっと回って見てみましょう。こんな感じです。うわあ、すごーい。いいですね。あー、すごい。ちなみに上から見るとこんな感じです。あー、かわいい。すごい。なんかずっと見とれますね。でもこう、ちょっと今拙者になってるんですけど、引くとこんなにちっちゃいんです。あ、ちょっとゴミが映ってる。こんなにちっちゃいんです。私の手と比べるとこんな感じですね。すいません、もっちりした手なんですけどすごい。いや、もうすごいしか言いようがないですね。はい。で、私はこれちょっと設置する場所をいろいろ考えて、ちょっといい場所を見つけたので、そこにまた設置したら動画をもう一回撮ってみようかなと思ってます、はい。ちょっとご購入ね、迷っておられる方の参考になれてたらすごい嬉しいなって思ってるんですけど、余談なんですけれど、こうミニチュアを、リメントさんのこの小さなミニチュアをしまうときなんですけど、こういったチャック付きの袋が100均とかで売ってると思うので、これに小物を入れたりですね。これもセリアとかダイソーで売っているケースなんですけど、仕切りっていうシリーズなんですけど、こういったものに入れて収納するとなくさないかなって思います。もしかしたらこれガチャ収納とか、ガチャガチャの収納とかしている方はすごい有名なのでご存知の方多いかもしれないんですけれど、すごい使いやすいです。これ110円なので、お値段的にもすごくお手頃だし、おすすめです。で、なんか、やっぱりこういったものって、こう、経年劣化で若干、こう、ちょっと、キチャキチャしてしまったりっていうことがあるかもしれないので、で、良ければここに、ちょっとなるべく細かく、こういったものに、しまって、お互いがくっつかないように、ちょっと色移りとかくっついたりしちゃうので、くっつかないように収納するのがベストかなと、思ってます。こういったものに入れてこういう風にしまっていってもいいかもしれないですね。すごい収納の仕方、飾ってたまにちょっと、収納してたまに出すみたいな感じにするときって、すごいどうやって収納しようか迷っちゃいますよね。で、私はこういった収納の仕方、他のミニチュアとかでやってて何年もちょっと綺麗な状態で収納できているので、すごくこのセットおすすめです。ミッフィーちゃんのミニチュアをベッド際に設置してみました。ちょっと置き場所に悩んでいたんですけど、このベッドの横の、このポールはドロアラインっていうものなんですけれども、そこの棚というか、このトレイみたいなところに設置しました。結構ベッドに寝てて、で、横を見たらこのミニチュアがいつでも目につく感じなので、すごくお気に入りです。ちょっとしばらくはたくさん眺めて楽しもうと思ってます。で、よく私がこうインテリアの写真撮るときにこんなアングルでよく撮ってます。はい。ではここまで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。